ということです。あの可愛い動物ですし、こう餌をあげる様子見てたらですね、なんとなく飼育員と仲が良さそうだな、いう感じに見えるかなと思うんですが、あ全然そうではないですね。彼らは本来野生に住んでいるはずの動物が、人間の都合でここにいてもらっているという感じの存在なので、変に人間に慣れてくるということがないんですね。野生動物にとって人間というのはただの怖い存在ですよね、もともとは。でも彼らはこういう環境にいるから、人間は嫌なことをしないで餌をくれる存在というのはもう彼らは分かっている。でも変に慣れてくるということはやっぱりないんですね。で慣らすために我々の方からベタベタ近づいたり、慣れ慣れしてたり触ったりということもしないんです。なので関係性でいうと友達でも仲間でも何でもない、時間になったら餌をか、持ってくるだけの存在、そんな感じなんですね。そういったドライな部分も、この全然僕の周りからいなくなっちゃったこの感じで見てもらえたら分かるかなというふうに思います。それではこれでアザラシのもぐもぐタイム終了しますので、最後までどうもありがとうございました。